静かなる防衛の時間です。今日はワープス級強襲揚陸艦が早くも沖縄に入港、機動力の速さに強襲揚陸艦の凄さを感じた、甲板に F-35B の姿が、ワスプ級で28日トランプ大統領が演説したのも懐かしい気がしますが、6月1日早くも沖縄のホワイトビーチに移動しているのが分かりました。横須賀から沖縄まで WASP だと早くて1日、1日から2日かけて移動と考えるのが筋でしょう。これが原子力空母ロナルド・レーガンだとまだかかります。原子力空母一隻で行動するわけではないので、やはり打撃群として行動するとより時間がかかってくるでしょう。移動だけなのでそんなに急ぐ必要もないのですが、それにしてもやはりワープス級揚陸艦は身軽に展開できるメリットがあります。で、そのメリットを F-35B で補っている。ワプスだけで初動の任務は行えます。沖縄から九州佐世保まで時間はかからないでしょう。ワスプ級揚陸艦が素早いのはやはり実証済みですね。最近原子力空母最新鋭のフォード級原子力空母が電磁式カタパルトやエレベーター、フックワイヤーなどの不具合により運用が滞っている話を聞きます。フォード級
日本もフォード級まではいらないですが、やっぱりワスプ級強襲揚陸艦またはシャルル・ド・ゴールみたいな護衛艦が必要になってくるでしょう。どちらを取るにするいつもより少し長くはなります。幅も違ってきます。 1.5 倍は大きくなるでしょう。しかし人員の問題が出てきます。海事にはやはり日本独特の人手不足が自衛隊全体につながっています。この人手不足を解消するためには効率のいい護衛艦を作るしかありません。そうなるとやはり出雲よりもう少し大きい護衛艦を作るのが理想的かなと考えます。最新鋭にしてもフォード級原子力空母のように動かなければまた意味がありません。ワスプ級強襲揚陸艦でも何千人と働いているんです。やはりそこを考えると人員確保は難しくなってくるでしょう。出雲型で F-35B を運用するとなると小さい打撃群で展開でき、なおかつワスプのように行動が早い、すぐさま現地へ向かうことができます。やはり海洋国日本は機動力が必要になってきます。シャルル・ド・ゴールは見た目がいいのですが、やはりそこまで必要になってくるかなと感じています。フランスの場合はやはり肝入りで原子力空母を建造しています。 EU の中でやはりトップを取りたい立場などと考えられます。ドイツが今軍事的に下がってきています。フランスは上がり調子、この差を埋めるために軍事装備は増強していくでしょう。
空母を持ってるところはいくつかあります。しかし出雲型ぐらいの空母はたくさんあり、それに艦載するにはやはり F-35B が妥当だと考えられます。その F-35B を導入するかどうか決めるのは国ですが、 OK を出すのは米国です。最終的な判断は米国に委ねられています。F-35B の先、それがテンペスト計画になるかもしれません。また F-3 かもしれません。今後の装備品に注目が集まっています。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。